3曲目解説ですね。これは、だいぶ昔に出た曲なんですけど、今流したのは、なんか2008年のやつでよくわかんないアレンジだったんですけどね。で、うん、アレンジしてやりましたね。だそっからね、やっぱりそりゃそうだよね、時間経ってるからね、うん、ですごい、そのビートルフィザーカバーした当時、友達とTM ネットワークバージョンのオリジナルと鈴木亜美バージョンどっちがいいんだってなって3人で話してて、2対1でTM ネットワークの方がいいって言うぞってなって、僕はね鈴木亜美バージョンの方がいいなと思ってるんですよ、未だにね。僕その時からいや鈴木亜美バージョンの方がいいなって言ってて、そういう記憶があるね、この曲にはね、そういう思い出がありますね。未だにそれは変わってませんね。でね、でもね、今日思ったのがハモ、そのなんか機械みたいなね、ボカロみたいなビーツリアザービーツリアザーの部分、セイランセイランの部分は小室の方がいいね、やっぱりね。今回のアレンジで出てこなかったけど、小室さんの声はね、小室の方が絶対ね、あの声の方が、うん、そう思いましたね。で歌はね、歌唱力、まあそうですね、合わせやすいです。鈴木亜美に合わせやすいなと、声がめちゃくちゃ合わせやすいなと思って、歌いやすいな。ちょっとアップテンポ若干ゆるくなったのかね、めっちゃ歌いやすいなと思って。ちょっとね、発売当初結構ね、なんだろう、結構張ってたんじゃないかな、張った声だったから、もうちょっとね、大変だよ、張ってたからね。それ結構難しいとか、まあ、そういうことも言える。張るっていう、声を張るっていうのがね、本当につくづく思って最近、高音で張るってね、本当に練習しないとできないことだからね、一朝一夕じゃできないからね、本当にね、練習しないとできない、高音で張るっていうのはね、練習してないとまず出ないんで、才能じゃないんで、それは。若干腫れてないから、この2008年の時でもあんまり腫れてないから、あんまり歌ってないなっていうのはすぐ分かったもんで、うん、まあ逆に歌いやすい、ね、一般人からしたら歌いやすい感じだったかなっていうの。だから若い時に17歳か分からんけど、その時からあんまり才能だけできたのかなっていうのかな、ね、練習もしてると思うけど成長がないというかね、あんましそこまで、その最初はめちゃくちゃうまかったのにすごい伸びなかったってことで、どうなんだろうなって。なんかだからまあ別にいいんだけど、それはそれでいいんだけど、まあ、一発売れたら、売れたらいいだもん。 で最初ダーンって売れて、でまあいいじゃないかなって、それでもね、もうまあ歌いやすいですよ、すごい。だから非常にちょうどいいぐらい、本当にちょうどいい感じだからね、本当、ちょうどいいなっていう感じが。歌唱方法というのか、発声方法か、合わせやすい、すごく合わせやすい。